さあお腹を空かせてみてください。こちらです。岡田美里のこれってレベチ。さあ今回のレベチは、元気な兄弟が登場するお店です。はい、ご覧いただきましょう。ブラザー元気。やってきたのは北斗市高根町にあるレゴリス。甘じょっぱくていい香りがします。美味しそうな。どうも。いらっしゃいませ。こんにちは。あらまあ、こんにちは。ここのレストランのコックさんですか？かわいい。かわいい坊ちゃんですよね。はい、そうです。うわ。出迎えてくれたのはフレンチのシェフ小島康さんと息子の春人くんです。ここでいただけるのはどんな料理なんですか？ここではメインにはハンバーガーを。ハンバーガー、はい、うわ。ミリさんのテンションは最高潮と、そこへ。いらっしゃいませ。わ。いらっしゃいませ、こんにちは。兄です。お兄さん。そう、安石さんのお兄さんのたけしさんはパティシエで、隣の店舗パティスリー厚玉でスイーツを販売しているんです。違うんですか？もう一人で次々、長男の兄です。お兄さん三兄弟ですか？はい、そうなんです。長男のさとしさんはパン職人、創業は70年。学校給食のパンをメインに食パンや菓子パンなどもお店で販売しています。さらに三男の安さんが作るハンバーガーのバンズも作っているんです。ということで今回はフレンチ、パティシエ、パン職人のレベチブラザーズの味の世界をお届けします。まずは三男安さんが作るハンバーガー。すいません、お待たせしました。すっごいボリューム、すっごい高さですね。綺麗だし、すっごいいい匂いがします。お腹空きますね。すごい、なんかもう触っただけで、低反発枕みたいですね。寝ちゃってください、皆さん。弾力が、寝たちょっと私ハワイに行った時に習った食べ方していいですか？何ですか？ちょっと教えてください。瓶を外します、でこうバーガー袋出していただいていますよね、で本当ごめんなさい、作っていただいたばっかりなんですけど、すっごい粒くんですね。見たことある。これちょっと外国の方こんな風に。そうですね、そういう方もいらっしゃいます、はい、そうですよね。外国の方はこうやってって潰して食べやすい厚みにしてから、全部食べたいですからね。一口で全部いくんですね。顎外れちゃうから。では豪快に。お肉がしっかりしてるけど柔らかい。それでこのソースが、食べたいな。いい感じ、上品なの味が。そうなんですね。ソースはマヨネーズとケチャップにタバスコやスパイスなどを混ぜたオリジナルのオーロラソース。全体的を一緒に食べてバランスが取れたような味わいにしたくて。それはやっぱりフランス料理のこう何かこう修行された経験から。何かが主張するというよりかはバランスが取れてた方がいいなと思っているので、パンの焼き目のこんがりと、あと野菜のシャキシャキと、ちょっと玉ねぎを厚めにしてるけどあんまり邪魔にならないようなイメージに。はい、最高です。もうね、レベチです。出た、レベチー、バーガーレベチ。このハンバーガーは長男サトシさんが作るパンに合うように作ったそうです。もうまずやっぱりパンが美味しい。パンは小さい時から食べてた味なんですか？そうです、懐かしい味で、まあ、ちょっと変えてもらってますけど、甘みが多いパンだなっていう感じはちっちゃい時からしてます。それに合うようにちょっとドレッシングというかサラダみたいな感じで食べれるような、軽く食べれるような感じになります。兄弟愛感じるレベチなハンバーガー。
皆さんもぜひミリさん流の食べ方で味わってみてください。豪快。レベチブラザーズの味の世界、続いては次男たけしさんが作る大人気のシューキャラメル。おいしそうです。クリームはみ出てますね。はみ出てます。シュー生地にキャラメルクリームをたっぷりとつけていただきます。ここが痛い。美味しい証拠ですね。ミリさん流美味しい証拠はここが痛いんですよ。美味しすぎるとここが痛くなる、ね、ほろ苦いキャラメルクリームが大人な味わいで、上に乗っているアーモンドの香ばしい香りがもう最高なんです。朝シューの生地を仕込んで、パン用の平釜で毎日焼いてます。ここだけの話ですけど、何ですか、冷凍している方もいらっしゃるんですよ。ミリさんそれ言っちゃっていいんですか。悪いミリさん出てきたの。だから冷凍とかしないでゼロから作ってらっしゃるんですね。そうですね。それはすごい手間かかりますね。だから美味しいのよ。なるほどな。東京のエーグルドゥースという行列のできるフランス菓子店で働いていたたけしさん、丁寧な作り方はそこで学ばれたそうです。さらに中には甘いカスタードクリームも入っていて、キャラメルクリームと一緒にいただくと美味しさが倍増しますよ。これ本当わざわざ買いに行きたい。美味しいです。ミリさんどうですか。レベチブラザーズ言い忘れてた。味わいすぎて言い忘れてました。美味しいんだ。本当に美味しい。思わず言い忘れるほどのミリさん大感激の美味しさです。ハンバーガー、デザート、そのバンズを作ってらっしゃるパン屋さんということでね、もうね今日はねトリプルレベチです。トリプルレベチ、トリレベ、初めて出ました。トリプルレベチ、欲張りね。皆さんすごいことなんですよ。トリプルレベチすごいことです。すごいです。この番組始まって以来のトリプルレベチ、ね、いや初めてです。感動のトリプルレベチ、皆さんもレベチブラザーズの味の世界堪能しに行ってみてください。トリプルレベチですって言って3兄弟こっしてるんですけど、その後バーってやってくださいましたけど、なかなか出ないですからね、そうですよ、レベチ3兄弟にトリプルレベチが出たってこと、これすごい、お後がよろしい感じですけど、小さい頃から一緒に遊んでいて、こうして大人になった今も一緒にお店を開けるのはとっても幸せなことだと、すごく仲がいいのがいいですよね、はい、助け合って美味しさを補い合って、いや最高ですよね。いいですよね。それからハンバーガー、あの大きさはまた食べ応えありますけど、ケンチさんは召し上がったことありますよね。そうですね、僕もハワイに住んでた時に、いやいや違いますよね、スゴロクのスタジオだという気がするんですけど、はい、住んだことなかった、行ったこともなかったです。やっぱね、ああいうギュってやっぱ食べないと、いっぺんに食べたいっていう気持ち分かりますからね、うんうん、あれいいですよね、ね、ギュッとね、ちょっと押して食べて、顎外れちゃうからあのまま食べたら、はい、うん、ぜひ試してみてください、はい、そして私はもうこのシューキャラメルが ね美味しそうだなと思ったんですけどね、ケンキさんも甘いものねお好きですか。あれなんかこう上のところをちょっとこう剥がしてクリームをつけて食べてるみたいな食べ方、はい、いいですよね。いいですよね、はい、シュークリームだけのものもあるということでした、うん、ではお店の場所です。甲府から行きますと長坂インターチェンジを降りまして、五丁田の交差点を過ぎ直進します、はい、しばらく進むと右手にお店が見えてきます。ハンバーガーとスイーツのお店は同じ場所にありますが、問い合わせ先が異なっていますので十分お気をつけください、はい、皆さんもトリプルレベチ存分に味わってください、はい。